アロハステート第5話が配信されました。2週間ぶりのテラスハウス、楽しみですね。それでは最後までゆっくりとお楽しみください。始まりました。始まりました。今前回の復習してますね。前回はあのサーフィン事件で、直美ちゃんが号泣してしまったんですね。あ、前回のユウスケがローレンに対してデート誘おうかなっていうところだったんですけど、ちょっとやっぱり勇気が出なくて誘えなかったっていう話を今タレントさんたちがしてますね。ユウスケはローレンちゃんの、美術的な感性に惹かれてるみたいですね。渋沢はエビアンを落とす予定だって言ってます。エビアンブスじゃないですかね。なんであんなおばあさんを好きになるか分かんないっすよ。みんなでどっか行くみたいですね。あ、エリックの運転でお出かけですね。車に乗ってみんなでお出かけですね。どこ行くんですかね。ローレンさんは果樹園を持つのが夢だそうです。フルーツが好きなんですね。コーヒーショップですね。日本でいうところのスターバックスのようなところにみんなで来てるみたいですね。
次の日、日が変わってみんなで海に来たみたいですね。女性陣が水着になりましたね。結構露出高い水着っすね。ローレンほとんど裸じゃないですか、あれ。おっぱいぺったんこっすね、ローレンは。俺おっぱいちっちゃい女の子、女として見えないんで全く興味ないですね、ローレンは。どんな美人でもおっぱいちっちゃかったら興味ないですね。男子メンバーはなんかドッジボールみたいなことして、女の子はゆうすけくんと代わり代わり写真を撮ってます。ゆうすけモテますね。ゆうすけとローレンが二人っきりになってます。ユウスケとローレンはちょっと距離を置いてますね。ローレンはなんかスマホいじって、ユウスケはユウスケがみんなのところに行かないって今誘いました。今オープニングが始まりました。ローレンちゃんは、やっぱり集団行動があんま好きじゃなくて、一人で、行動したいみたいですね。今ユウスケくんが、みんなと一緒に遊ぼうよみたいな感じで誘ったんですが、あんまり乗り気じゃないみたいでした。この温度差がこれからのストーリーに影響してきそうですね。才能がお互いにあるから惹かれ合っていると思うんですけど、うまくいくといいですけどね。みんなでお昼ご飯ですね。ニンニクとエビの炒め物みたいです。ガーリックシュリンプっていう料理みたいです。ユウスケがローレンに今
一日どうだったっつって、あんま話が弾まない感じですね。ガーリックシュリンプ俺も食べてみたいですね。メニュー自分で調べて作ってみようかな。あ、なんか今ヤシの実が出てきました。ストローさしてなんか飲んでますね。僕もなんかヤシの実飲んだことあるんですけど、なんか生臭くてあんまり美味しかったイメージないですね。あ、ローレンちゃんがアルバイトクビになったみたいです。なんかアルバイト始めて4日目でもう来ないでくださいって言われちゃったみたいですね。あのバナナの皮むきのバイトですね。あ、直美ちゃんはアルバイト受かったみたいで次からアルバイトみたいです。レストランのホールの仕事ですね。やっぱゆうすけくんはローレンちゃんがスマホいじってたんで、あの話しかけるタイミングがちょっと分かんなかったみたいですね。それ今渋沢に相談します。ゆうすけは会話とかの、自信がないみたいですね。渋沢はもっとガンガン行けっていうふうに言ってますね。渋沢はもう第一印象の通りエビアンに行くみたいです。もうガンガン口説いていくみたいです。でもまあ18歳の時ってそうですよね。女の子に声かけるだけでも緊張して何喋っていいか分かんなくて、そういう時ですよね。
あ、なんかエリックが、友達と一緒になんかお店来てますね。あ、なんか仕事の。工務店関係の仕事の打ち合わせみたいですね。エリックは木工の工務店で働いてるんですよね。インテリア関係の。日本でいうところの大工さんみたいな感じですかね。お店の装飾とかを木材でやったりするみたいですね。ああ、いや、今女の子メンバーで一緒に今話してるんだけど、ちょうどもう1ヶ月ぐらい生活してるみたいですね、みんなで。で、今ルールを決めようってエビアンが言ってます。あの、トイレットペーパーがなくなったら、ちゃんと補充したりとか、そういうことをちゃんとみんなで気づいたらやろうって話してます。あと身の回りのものも、きれいにしてほしいということにとで、ナオミちゃんとエビアンが、ローレンに説教してるみたいな感じですね。あ、でもローレンがやったんじゃないみたいですね。それを私がやったと思ってるっていうふうに言って、で、他の二人はそうじゃないんだよっていうふうに言ってます。あ、でもナオミちゃんが
ローレンちゃんに、お皿だけはちゃんと自分で使った分は、戸棚に、片付けてっていうふうにそれだけは言ってます。だからローレンちゃんはずっと、まあ、お嬢様みたいな育ち方してるからみんな親がやってくれてたんでしょうね。だからローレンちゃんがこの先その集団行動ができないことでもしかしたら、ドロップアウトっていうか恋愛とかしないままやめちゃう可能性もありますよね。やっぱ集団行動ちょっと苦手そうな感じしますね。あ、今みんなでリビングでまったりしてて、掃除当番を決めてますね。ちゃんとやろうねっていうふうにみんな言ってますね。女の子同士はやっぱギクシャクしてますね。今直美ちゃんが渋沢にちょっと女の子同士のそのギクシャク感の愚痴をちょっと聞いてほしいってことで別室に移動しました。女子3人で、掃除の話をしてて、エビアンとナオミはちゃんとまあ掃除をしてたんだけども、それをローレンに、まあ、それを提案したら、これローレンが、まあ、責められてる感じ、受けてしまって、それで、気まずくなってみたいですね。ナオミちゃんはローレンに、嫌われたくないから回りくどく言ってしまって、それがちょっとローレンちゃんが
ちょっと気に食わなかったみたいですね。渋沢に相談してすっきりしたって言ってますね、直美ちゃんは。まあ物事をはっきり言うみたいですから、ローレンちゃんは。そういうことを、優柔不断な直美ちゃんが一緒にいるといろいろと、まあ、ストレスがたまるんでしょうね。あ、ローレンちゃんが今実家に戻ってきて、テラスハウスの相談、生活での相談をお姉ちゃんにしてます。今までの3週間がすごく長く感じている。一人の時間がないからストレスが溜まっている。あ、やっぱりその女子部屋の一件がいろいろあったみたいですね。エビアンとナオミから距離を置かれてるみたいな感じがすると、もしかしたら自分のことを嫌いかもと、そういうふうに思っちゃうみたいです。シェアハウスはちょっと難しいって言ってますね。お姉ちゃんは自分の気持ちをちゃんとみんなに話しなさいってアドバイスしてます。それをまあ今日これから行ってみるよって言ってます。あ、今直美とローレンが今女子部屋でローレンとナオミが二人きりになりました。あ、ちょっと今話始めましたね。今昨日の話の続きを今しているみたいです。ナオミちゃんが昨日のことをちょっと謝りたいって言ってます。お皿のことは、ローレン謝っていて、でもそれ以外のことは私じゃないよって言ってますね。
あ、今エリックとローレンが二人っきりになってますね。テラスハウスの昔のやつを見返してるみたいですね。バーンズが岬に告白するっていうところをローレンが見たと言ってるんで、もしかしたら撮影がオーバーラップしてるのかもしれないですね。バーンズが岬に告白してるときに、もしかしたらもうハワイで撮影が始まってたのかもしれません。あ、今ユースケ君が入ってきました。今エリックとユースケとローレンの3人で喋ってますね。渋沢と並がいい感じって言ってますね。でピアスをなんか強要したりしてるみたいですね。あ、今渋沢が、まあ、女子部屋に来てエビアンにちょっとデート誘ってますね。朝サーフィン行って、まあ、デートしようって言ってますね、2人で。でナオミちゃんはそれをちょっとなんか気まずい感じで見てますね。ナオミちゃんはちょっと渋沢がなんかちょっと好きなのかな、これ。ナオミ、ちょっと目が怖いですね。やばい。終わりました。今、女子部屋で、エビアンに、渋沢が、デート誘ったんですけど、それをちょっと、ナオミちゃんが、えっていう顔で、ちょっと見てたんで、なんか女子同士でバトルが始まるかもしれません。テラスハウスアロハステート第5話の配信が終了しました。どうも最後までありがとうございました。それではまた来週会いましょう。チャンネル登録